気候を示すためにカバーを取り外した状態のブースター、駆動軸は右にあり、通常この下にぶら下げて、ブースターが取り付けられていたブースターが、どのように取り付けられ、接続されているかを示す図ブースターは、蒸気機関車で用いられる小さな2シリンダーの蒸気機関で、重輪化淡水車の前の台車に取り付けて、動力を補助する装置である。アイドルギアを、 機関士が操作することで作動させることができる。一軸のみ駆動し、アイドルギア一つの時は逆転動作不可能であるが、二つの時は逆転動作可能である。蒸気機関車の動力はピストンからロットにより、動輪に伝えられているが、これとは別に小型の蒸気機関で本来は、動力のない重輪を駆動することで、低速時に動力を補助することを目的としていた。 重い列車を引いて出発するときや条件の悪い場所で低速を維持するために用いられた。15マイル毎時以下の低速で動いているときに使用開始することができた。10から30マイル毎時の範囲では定格でおよそ300馬力を出した。30マイル毎時に達すると自動的に作動終了された。牽引力は1万から12000ポンド10程度が一般的であった。 淡水車に取り付けられるブースターでは台車の車軸を連結するサイドロッドを備えていた。こうした小さなサイドロッドは速度を制限したので入れ替え用の機関車に限定された。機関車本体に取り付けられるブースターに比べると極めて稀なものであった。ブースターは標準的な蒸気機関車の基本的な欠点に対処することを意図したものである。まず、 ほとんどの蒸気機関車はすべての車輪に動力があるわけではない。レールに伝えられる力の強さは動力のある車輪にかかっている重量と車輪とレールの間の粘着係数に依存している。動力のない車輪は駆動力を得るために利用可能なはずの機関車重量を実質的に無駄にしてしまっている。重輪は一般に高速での安定性を目的としているが低速では必要ではない。 2番目に、蒸気機関車ではピストンが車輪に直接ロットやクランクと結ばれているのでギア比が一定である。ギア比が固定であることから低速での牽引性能と高速性能の間で妥協をしなければならない。高速では故障の恐れがある過度なピストンの運動や蒸気の浪費といった問題がある。この妥協により低速の蒸気機関車ではボイラーの出力全てを使うことができない。 低速ではそれほど早く蒸気を消費しないので、ボイラーが作り出すことのできる蒸気の量と消費できる蒸気の量の間に大きな差が生まれる。ブースターにより使用されていなかった潜在性能を使用することができる。ブースターは柔軟な吸気、排気パイプやアイドルギアなどを保守するために費用がかかるという問題がある。ブースターは北アメリカで主に使用された。 他の地域の鉄道では、ブースターはその費用と複雑性から割に合わないものと判断されていた。北アメリカ地域でも、ブースターは製造された蒸気機関車のほんの一部にのみ用いられた。鉄道会社によっては広範囲にブースターを利用したところもあれば、ほとんど利用しなかったところもあった。ニューヨークセントラル鉄道は、ブースターの支持者で、 車軸配置4から6から4のハドソン型蒸気、機関車すべてに取り付けていた。一方、そのライバルのペンシルバニア鉄道はほとんどブースター付きの機関車を使わなかった。カナダ太平洋鉄道では、1881年から1949年までの間に合計3257両の蒸気機関車を導入したが、そのうち55両のみがブースターを備えていた。 車軸配置4から6から4の H1 クラスで17両、4から8から4の K1 クラスで2両、2から10から4の T1 クラスで36両で、T1 クラスについてはその形式すべてであった。オーストラリアのビクトリア鉄道では、1927年に、車軸配置2から8から2の N クラスで、フランクリン式の2シリンダーブースターを試験してよい、結果を収めて、 より大型の2から8から2の1929年から1947年の間に製造された X クラスのうち1両を除いたすべてに装備された。サウスオーストラリア鉄道では、車軸配置4から8から2の500クラスの重量格機関車が、ブースター台車を取り付ける改造をされて1929年から4から8から4の機関車として用いられた。 ニュージーランド鉄道の1939年のキロバイトクラスでは南東の路線にある急勾配区間で走行できるようにするためにブースター台車付きで製造された。日本でも太平洋戦争の後期に輸送量が増大した満鉄向けに大阪発動機が開発したことはあるが終戦に間に合わずに終わった。ありがとうございます。